今日くたびれちゃったからお店休んじゃおうかな。え好きなだけ血は喧嘩しなよ。ここ使っていいからさ。先生もね、静岡行こう。大丈夫。いいから。だって大丈夫。ごめん。何がですか？君との思い出を気やすく別の子と再現したりして、あと僕から連絡せず悪かった。でも僕手紙は書こうとしたんだよ。いい加減電話かメールをくださいよ。リオさん、自信がないんだ。君がなんで僕のような未来のない男といたがるのか理解できない。自分本位で考えるのやめてくれません？それに君はご両親にとても大切に育てられた一人息子なんだし、そういうことだよ。久住晴彦君、お元気ですか？先生、こんなに燃えているの。かっことじ。君は常に僕にまっすぐで。先生、君からの手紙が楽しみで、君の文字が好きなんだ。欲望のままに。久住君、どうして？自信がないんだ。君がなんで僕のような未来のない男といたがるのか。そんな言い方ないでしょ。じゃあなんて言って欲しかったんだよ。タフになるのよ、大切な人がいるなら。お前らちゃんと付き合ってんの？月の満ち欠けみたいなもんじゃねえのか。幸せなんてよ、終わりなんですか。劇場版ポルノグラファー、プレイバック。どうしていいかわからないくらい好きなんだ。